ロックンロールプリズナーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介するのは、2005年にデーモン閣下がメインパーソナリティを務めていたラジオ番組日本全国ラジベガスに再集結した世紀末がゲスト出演した回です。こちらは音声のみでお楽しみください。デーモン小暮である。そして、水曜日パートナーは島崎和子です。はい、今日はこの後悪魔だらけになるんで、スタジオが今のうちに話すことを話しておかないと。スタジオがなんか椅子だらけで、椅子だらけなんだよ。席順もね、なんか決めないと、そうですよね、誰がどれだかわからないということで、ね、名簿もあるんだけれども、まあ頑張ってね。いやこれは楽しみなんですけど、今日はですね、最近なんか面白いことは、面白いことはないんですけど、昨日ですね、久しぶりになんかマッサージ、まあ、マッサージといっても女性はいろんなコースがありまして、いろんなと言ったね今、いろんないろんなコースがありまして、なんかセラピー、なんか超セラピーとか言って、なんか超、まあ超は直接押せないんですけど、お腹のマッサージやったり、あとなんかお腹が出たくなったりとかしないのやってやる。します、もうあとはもうすごいもう快適な感じ。あとはね、すごいにいいんですよ。あとまああの顔の歪みとか、いろんなコースがあるんで、とにかく細かいことを言うと、だからたまにはね全部やってみたいということで、それをお願いしたら、なんと夕方の5時から9時までですよ。6、7、8、9、4時間。4時間個室にこもりっぱなしで、変わる変わるいろんなマッサージ師が来て、いやーやりすぎですね。4時間羨ましいな。4時間寝るでしょ途中で。いや寝ますけど、初めそういう気持ちいいんですよ、でもやっぱりどんどん効いてくるから、代謝がやっぱり良くなるっていうか、血の巡りが良くなるじゃないですか、そうするともう体ぐったりしてきて、だんだんまあそうだよね。でやってるお姉さんも一人についてくれるんですよ、同じ人が、全部一人でやったの。はい、全部一人でやってくださるって。くたくただろう。もうその人の方が一人やってちゃう。手とかもう動かなくなるんだよな、その人。絶対そうだと思いますよ。でも、向こうは気遣ってくださって、いろんな人が来るよりか、私が全部やりますみたいなことを島崎様って言われて、島崎様は私が担当ですから。だからもう二人しても喉乾いちゃって、ぜーぜーいっちゃって。いくつぐらいの人なの、そのやってくれる。私はちょっと上ぐらいですかね。ちょっと上ぐらいの人。いやー、まああんまりやりすぎも良くないですね。まあね、まあすごいよく寝れましたもん。それは何、骨とか骨の歪み、体の骨の歪み、はい、バキバキバキみたいな。やってくれますし、終わったらなんかアロマのオイルマッサージがあったりとか。もうね、やりすぎ。ぐったり。ぐったり。もう速攻で寝るって感じ。もう11時は寝たんですよ、昨日。昨日11時に寝た。早いね。早いでしょ。まだ番組終わってないじゃない。でしょ。もうそれが疲れちゃって。もうすっごい爆睡。この辺なんか今日寝たの昼の11時で。ずーっとやることがあって、チェックしたり何したり、E メール送ったり。すいませんね。もうカッカは一度来てくださいよ、ここ。いや、まあ、そこに行くかどうかわかんないけど、この辺もね、そう人がなんか体をあちこちこうなんかケアしてくれるの実は好きで、歯医者すら好きだからね。歯医者すらその時多少は痛いことがあっても、なんかもうこれを乗り越えると自分がとっても良くなる感じがするっていう喜び。人にこう身を委ねてなんかやってもらうのね、とっても好き。あら、4時間羨ましいな。いやー、ぐったりびっくりな一日でしたよ。はいはい、じゃあこんな、じゃあもう絶好調で飛ばしてもらって、はい、バンバン悪魔をいじめてください。悪魔いじめ。レモン国で日本全国ラジベガス。悪魔歴 BD14 年、人間の世界でいう1985年9月に地球デビューをした世紀末は、そもそも地球を征服し悪魔教を布教させるために、魔界より地球征服40年計画の一環として組織された教団である。布教媒体に音楽を採用し、1999年12月31日に地球における任務を終了し解散したが、今年で地球デビュー20周年を迎えるにあたり、征服状況の視察を兼ねて期間限定再集結することになった。構成員たちは現在いくつかのユニットに分かれ、人間の姿で活躍中だが、活動中だ。彼らも再び戻るのだ、悪魔の姿に。今こうしている時にも感じている。ゾクゾク、じわじわ
ジクジクしたら赤いもこ悪魔の魂を。ハハということで悪魔が再結成、再結集、数月ごめんなさいしました、はい、スタジオものすごいですね、暑くなってきたすげなんか急に体温が上がりましたけども、はい、今夜のスペシャルゲストです、世紀末の光線の皆さんです、どうぞよろしくお願いいたします。世紀末、ギターのエース清水だ。ギターのジェール大橋で。ギターの違った。なんでギター急にギターになったんだ。いいでしょ。ギターいまだに弾けません。ドラムスのライディングさんです。全然違う。びっくりするわ。そして本当のギターのルーク高まる。ベースのゼノ石川です。あのボーカルのデーモン小暮だ。面白いな。おかしい。そういうわけで世紀末が集結しているということで、まあ賑やかにやっていこうと。賑やかに、いきなりいきなりですけども。進めてください。もう我が輩ゲストだからね。ゲストなんですか、なんか、回してくださいね。はい、まずはあのエースさん。はい。ズバリ改めて今回の再集結どんな気分でしょうか。実はね、まだ細かいことあんまり俺把握してないんで。ない。なんかお祭り気分でいければいいかなーなんて。なるほど。一番ミーティング来ないんだもん。多いよな。今日も連続してるぞ。じゃあルークさんはどうですか。ああもうロックな瞬間だね。ロックな瞬間ですか。ああロックさ番組を聞いてるね。ありがとうございます。今日何回ぐらいロックな瞬間ありましたか。今日はね2回ぐらい。52回じゃないの。ぶつけたのに。はい。なるほど。まあ店に向けてやることがいっぱいあって大変だ大変だってカッカは会うたんびに言うんですよ。そういうことはどうでしょう。ライデンさんどういうふうに思いますか。そうでしょう。大変ですよ。大変ですとも。今日だってね、このラジオ終わった後に朝までミーティングですよ。えマジ。え。曲順決めなきゃ。曲順今からやんの。いやいやいや、あれやっといてって言ったやつまだ解決してないの。したんですか。したよ。あ、したの。あ、うん、さっきまで昼間ミーティングやってて、まあ清水さんいなかったけど。だから大変なんですよ。ちょっと揉めてる箇所があって、それでどうすんのかって、我が輩のラジオの番組の打ち合わせ行かなきゃいけなかったから、やっといてって頼んどいた。解決したのね。はい、解決してまだ後で各界ちょっと相談する。ああそうですか。皆様でこの後から大変ですね。ゼノンさんいかがでしょう。うん、そうなんです。とにかくね、もう大変で、大変、何から何まで大変でした。もうこの話がこうなるまでも大変だったしね。ああそうだね。そうですか。皆さんいろんな苦労があって、でも今回の復活ミサにはですね、ジェール大橋大観さんが加わるということなんですけども、なんでまた。ね、去年の年末ぐらいにやるよって言われて、OK って言われて。簡単な感じで。そんな簡単だったっけ。自分から自分も出たいって言ったんじゃなかったっけ。いや、20周年やるんだったらいつでも行くよって言って。そうなんだ。そうそう、これね、面白いことね、世紀末ってのは、まあ、プロになってから、もうプロになる前もそうだったんだけど、何回か構成員の悪魔児童ってのやっててね、先に辞めて、ジェイル大橋は先に辞めてったのね。先に抜けてったやつに限ってね、20周年だから、なんかやんないの、20周年だから。急に、ちょっととかもね、なんかね、20周年だから、なんかやんないの、お前は呼ばないから。もう席一番来ちゃったみたいな。なるほどね。まあ、カッカは改めてどういう気持ちでしょうか。毎日、忙しい、忙しいって言ってますけど。なんか今日からって感じがするね、なんとなく。こういうふうになんかこう、やっぱりミーティングだけだとね、なんとなくダラダラ、我々家族みたいなもんだから、ただ単に親戚集まって話してるみたいな感じになっちゃう、ね。知っても何も決まらなくなっちゃう。そう、こういう真剣な、こう、多少の緊張感のあるところで表舞台にみんなで出てくると、始まった感じがするね。今日からで間に合うんですか、ミサに。いいえ。正直、だってこれがないろんななんか練習したりとかしますよね。そうだよ。大丈夫なんですか。うん、これからリハビリなんだよ、我々みんな。これから何練習するのか決めるんだもんね。そうそう、今ね、何の順番で練習するかを決めるんだ。何しろ闇雲に練習しろっつったって何練習していいかわからない。ああそうか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 、大変ですよね。まあ、E メールも来ております、リスナーの方から。今日は俺がロックを感じるテーマとか瞬間とかというテーマで募集しておりますけども、こちらはですね、皆さんの方にですね、来てますね。熊本にお住まいの方、誰だこの人は。熊本のライムスカッシュさんから来てました。
1999年の12月31日、うん、泣きながら背中を見送った信者としては、うん、皆様の、揃われたお姿に再びお会いできるかと思うと嬉しさこの上ございません、うん、必ずミスター参拝を果たします。とても楽しみです、うん。さて皆様にお尋ねしたいのですが、はい、このために、うん、今回のために何か新調した、それもしくは新調しようと考えているものや気をつけているものはありますか？ぜひ教えてください。気をつけて、うん、エース長官どうですか、うん、あのねやっぱ悪魔になっていかなきゃいけないじゃん、うん、だからちょっとずつさ、うん、悪いことしようかなって少しずつやっぱ悪魔になってかなきゃいけないから今日ちょっと横入りしてみようかとかさ、ね、そうやってだんだんこう自分を悪魔にこう早速なんかやったんですか？うんと横入りしてみました横入りあれでミーティング終わったそう同じこと思った休んでたんだ。え、参謀は何かありますか？そうだね、まずヒレカツとかやめてロースカツにするね。それがこれから油が多いから。あ、なるほど、体のためにも、うん、いや体のためじゃなくてきっとギラギラしないと。そうそうそう、ギラギラしないと、うん、割と意外と関係あるかもしれないよ、冗談みたいに言ってるけどね、意外と、うん、普段取らない方でしょ、やっぱりね、うん、絶対油気をつけてる方だからね。新調しようっつったら新調しようってしてるもん何かあるんですか？衣装だよねやっぱね。衣装だよね俺もドラムセット新調しちゃった。えどんなものか、どんなもの、それはお楽しみだよ。あ、そうなんだ。店に来てるの、あ、店行かなくても練習で見れるよね。あ、皆さんはね、もちろん。そうですよね、メンバーって当たり前やっけ。練習で違うドラム叩いてるの、メンバーよりも大丈夫だ。びっくりしちゃうの。そうか、ドラムとかも、あと衣装と、衣装はやっぱりね、6年前だからね、みんな、カビてたりね、錆びてたりね、溶けちゃったりするんだよ。溶けるってどういうことですか？ラテックスとかプラスチック製品で作られてるパーツがね、ほら消しゴムとか下敷きと一緒に置いておくとくっつくようなね、溶けて、ああいう感じに溶けちゃったりするんです、悲しい感じになってる衣装がね、箱から出てきた、ああこんなになってるっつってもうこれ信者が見たら泣くよな、しまっとこうって言ってまたしまっちゃダメやな。もう石川くんのね、石川くんっていうのはゼノ保証だけど、はい、かつて魚の足を魚のが足を履いてる、違うな、足が魚を履いてるブーツってのがあったんだ、はいはいはい、それがラテックス製なんだけどね。ラテックス、あれなんだっけ、なんだろうね、ウレタンゴムみたいな、うん、それがね、ゴム製品って古くなるとカチカチに固まってくんだよね。最初のうちは弾力があって柔らかくて、だブーツだから柔らかいはずだったのに、それが荷物のね下の方にあって、上にエース長官の肩パッドとかなんかだん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 って下からこうやって上からどんどんほじくってったらぺちゃんこになって、ぺちゃんこになってびくともしねえの、もう飛躍をと固まってんの、化石になってたね。あもう履けません、あれは無理だね、はい、写真撮った？撮ってないけど、今度お湯につけてみようかな。お湯ね、食べるかどうかね、戻る。魚だからね、水につければ戻るかもしれない、ね、そうかもしれないね、うん、僕じゃないんだけど、はい、さあ今夜はですね、この秋再集結しますカッカ率いる世紀末がゲストとなっております。今変なこと言おうとしなかった。はい、今スタジオはですね、もう男だらけで、はい、ここですよ、ホストクラブみたいになってます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。じゃあちょっと指名しようかな。じゃあルーク君、ドンペリ。ドンペリ入りましたじゃあエース君はあれかな。何？あ、何だって。フルーツ。フルーツ、はい、フルーツいっちゃおう。花火つけて花火てな感じでございます。でもここで日本全国ラチベカス恋天スイーパーツとは島崎陽子です。はいはい、そんなわけで、さあそれではここで構成員も含めて、はい、E メールを読んでいこうと思うけれども、今日は、自分がロックを感じる瞬間というテーマで、募集しているが、じゃあゼノン石川和尚から紹介しててくれても、はい、お願いします。東京都大田区、ラジオネーム、うん、冬が来る前にから、うん、私がロックだと感じた時、それは危険な香りと見た目がアウトな手料理をがっつり食べ尽くした時ですね。自分のロック加減に酔いました。危険な香りと見た目がアウトな手料理をがっつり食べ尽くしたと。まずそうだってことだ。料理が下手な女の子の料理を食べてしまう、うん、
った時って一生懸命食べたって一生懸命食べたってことだ食べ尽くしたの俺は食ったぞその女を愛してるぞとなるほどいうことかそうだねということにしときましょうか、うん、愛だってことだロックはなはいじゃあ続いて愛はロックだって、ね、ロックが愛だって愛がロックなんじゃない愛はロックじゃないロックは愛ロックは愛どっちもいいやどっちもいいはいルークさん、はい、はいはい続いて、福島県ラジオネームボマー道で前にいるやつとの抜きつ抜かれつのチャリンコ競争を制した時がロックを感じた時ああ、うん、ルーク参謀は自転車めちゃくちゃ速いからねあそんなそんな速くないよもう最近だってもうゆっくりじゃないと走れなくてそんなこと言わないでくださいよあとねこっちの方が距離的には近いんだけど坂が多いから遠回りしようとかねああそんな苦手なんだよねああもう坂ダメ昔ね一時期うちの、あのグループは、はい、チャリンコでスタジオに練習に行くっていうのが流行ったことがあって健康的ですね主にルーク参謀とドラムのライデンユーザー殿下が、うん、あのそれでやってたわけで我が輩もそれに新規参入して、はいはい、あんまりいい自転車じゃなかったんだけど彼らはマウンテンバイクとかねなんか妙にいいスポーツタイプのやつなの我が輩はね前にカゴがついてるママチャリお使いじゃないですか帰りに同じ方向に帰るんだけどねすんげー速いのカッカの方が全然先に出てんだよねスタジオねそうそうそうでも俺らの方がもう先にスパッと後からそれママチャリとマウンテンバイクじゃなだからものすごい速さで抜かされてて講習会すげえ遅いってことだよそうなんでしかも疲れんのこっちのそうだよだってママチャリだったら行かない距離だもん俺だったらママチャリだったら行かない行かないんだ帰りに放棄して置きっぱなしにしたことも何回もあるからね逆切れちゃったあんなやってらんねえやと思ってあダメだねはい、来年年がはいはい、またまたチャリンコネタで、はい香川県のラジオネームキツネ屋から自分は自転車で車道を走り、バイク、車を抜くとき、ロックを感じますこれ感じるよ、マジで感じるんだよ思うバスを抜いて、バスって停留所で止まるから、うん、平均速度遅いじゃない、うんうん、だから延々早稲田通りを3キロ区間にわたって抜かれなかったときとかあ、分かる分かる分かるなるほどね、なるほどそれ体制に対する反逆なわけですかもちろんですよバスなんていうね公共のものをねじ伏せた時の喜びの言ったらないねこれないなーやっぱりないなー長い自転車じゃないですねロックだねロックだはい、ジェルさんはいラジオネームダンさんからいただきました、はい、お笑いを見ている時に周りは受けていないのに自分だけ吹き出しそうになるのをこらえてる時ロックだぜだそうですなんとなくわかるあのね、俺村上庄司さんとかで、はいはいはい、ああいうギャグ好きなんだっけ、ドゥーンかでもね、あれ結構周りあの悪いんだけど、弾いてる感じなんだけど俺もうこらえらんないハマるタイプですかハマるんですよ、ああいうのねあの葬式でさ、おかしいことがあってそれであの笑いこらえる時、ロックじゃないあるねもうあるね笑っちゃいねいけない場所だから余計にね前あの我々みんながいた葬式があったんだけれども、はい、その時にね ある我々の関連のね、はい、会社の結構な中堅の人がね、はい、まあ偉い人だ、はい、すっかり全部終わった後みんな出棺とかしてバーッと見送ったところに向こうから歩いてきてちょうど車と反対から歩いてこなかったっけ見送った車の方から歩いてきたのね車の方から歩いてきて終わったのさあもうみんなさここは笑っちゃいけない場面なんだなあつらかったな車の向こうからそうあそこの会社の元上司ですよ危ない危ないはい、エスロはい、ロックを感じる瞬間、はい、福岡県のラジオネームデーモン若ちゃん27歳、はいギター担いで歩いている時に、うん、女子高生が振り返った時ロックだぜちなみに普段は見向きもされないこれね同じことしてるやつ俺の友達にもいた、はい、あの自分はギターも持ってないのに、はい、ギター あのソフトケースだけ買って中に竹刀を入れて駅とかをねうろ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 して丘ギター丘ギターギタリストは自分たちはどうなの自分たちはあ、俺たち、うん、振り向かれませんギターを持ってる時と持ってない時とで振り返られ率いやそんな感じで、ね、振り返ないよだないよ絶対振り返んないって関係ないよ、うん、地域いるんじゃこいつ妄想だよ絶対お前なんか見てねえよ福岡県だ福岡県だねこの人この人怪しいとかねそういうふうに思ってるのかな、うん、ヘッドが顔に当たったとかねあ、そうそうそうはい
はい、読んでみますか。じゃあラスト1枚いきましょうか。ラジオネーム真夜中の帝王、愛知県の方です、はい、動物の糞を踏みかけてギリギリで回避した時ロックを感じるぜ。まあラストに読むようなあれだったんですけど、順番間違えたかもね。はいはい、さあこの後関本の構成員の面々は水曜ネタコーナー、さらに別のものを一緒に読んでもらうから、はい、ネタ読みを噛んだやつは一発芸をさせるから気をつけるようにって言う言葉を噛みそうになった。正規末の構成員と一緒に、正直なところどうでもいい。さあ水曜のネタコーナーの時間だ。さあ皆様に、説明したいと思います、うん、このセリフ、正直なところどうでもいいというのは映画風と共に去りぬに出てくるもので、名セリフとして1位に選ばれたそうなんです、うん、どうでもいいセリフですが、ここではそのセリフ同様、うん、リスナーが正直どうでもいいと思っていることを E メールでもらって、うん、風と共に去りぬの音楽をバックに、2人でそのネタを読み合うという、そういうコーナーです。いつもはまあ両名でやってるんだけど、はい、今日はみんなでやるということだね。ネタ終わりで言いたいことがあったら発言しても構わない、うん、他のやつが読んだどうでもいいことが自分にとっては重要なことかもしれない、うん、では順番にまずは我々が模範を示して、そして構成員で回していこう。では、はい、では私いただきます。茨城のシンから。私どっちかっていうと気まぐれだから猫タイプかな、にゃんにゃんって聞いてもいないのに言う女、正直なところどうでもいい。動物占いとかね、ああいうのでね、あのこっち興味ないのにね、あの言われるのすごい嫌いなの。ありましたね。じゃあなんとかだとかって、どうでもいいよ占いのね。わからん、女タイプのね。はい、川崎の誠から。初めて入ったスナックのママがママというよりおばあさんだったが、正直なところどうでもいい、いやよくないかって書いてある。よくない、ね、よくないな、そういうのな、よくないですね、よくないですよ。セラフ着てたらいいかもしれない、ね、おばあさんだよ、おばあさんだよ。日本兵の学校とかね、日本兵さんだったね、そういうバーがね、あったのよ、県県なんでしょ、そういうバーが四国のね、四国の方だね、そう、徳島、あ、危なかったね、高知だからね。あ、そうなんだ、二等兵っていうね、バンドね、軍国志望二等兵。え、なんで軍国喫茶だっけ、軍国志望、あ、志望ね、二等兵。なんでみんなそれ同時に答えられる。みんなで行ったの、みんなで行ったの、あれは行ってないね、あれはね。あれ、島根か鳥取も変な店なかったっけ。あ、裏飯屋っていうのがあったね、裏飯屋、心霊スナック裏飯屋って、あったあった。俺まだライター持ってるよ。あれ燃えてたね、そういうことね。何なんですか、心霊スナック。ただね、薄暗い店でね、なんかあの、よしず貼ってあったりとかしてね。松江だ、松江。うん、それでなんかあの、三角の髪を額にこう、で、白装束で、なんか、青白いメイクしててね。で、いらっしゃいませ。それだけ。で、あの、カラオケが始まると普通のスナックになっちゃうんですね。そうそう。カンパに持ってたね、幽霊が。面白いなぁ。なんないなぁ。スナックまで行ってね、白い顔見たくないよね。さあ、行ってみようか。エースがお届けする正直なところどうでもいい、はい、柏市の牛蔵から、はい、外国から来たミュージシャンは、うん、千葉でライブをやっても I love Tokyo と叫ぶが、うん、本人にしてみたらきっと正直なところどうでもいい。まあそんなこと言ったら、まあ、我々の解散ミサ東京ベイ NK ホールだけど、うん、あれ千葉だから、ね、あそうなんですよね、東京ついてるだけ、千葉で解散するから言えないわね。そんなこと言えない、言えない。そうはい、ジェイル大橋がお届けします、はい、横浜のファラオさん、はい、連休は島に行ってきたよ、ハワイ違う違う福島って言った近所のおばはんのギャグ、正直なところどうでもいい、ごもっとも。常磐ハワイアンセンターか、昔の福島、そうですよね、福島の、そうですよね、常磐、ハワイアン、今ハイなんとかなんとかスパリゾート、今ハワイアン、ハワイアン、ハワイアンだ、そんなそんなの、うん、昔の常磐ハワイアンセンター、ありがとう。はい、次行きますか、次、ライデンです。埼玉市の万蔵から、習字の時間、お手本を下に引いてなぞればうまく書けるけど、それってズルじゃん、でも気づかれなきゃいいじゃん、
って10分ぐらい考えたけど、よく考えたらそんな心の駆け引きなんて、正直なところどうでもいい。湯沢氏はでもそういうあのお手本下に引いてちょっと字の練習した方がいいかもしれない。なんだなんだよ、丸っこい字だろ。違うよ、湯沢と石川はそうだな。そうこれ見たら分かりましたよ。あ今ここに解放があるしまった。そんなプロ丸字の人がいたなと思って。丸文字はね、それはルークじゃないかな。なんかギャル文字みたいな人いました、ね、やめてくれ。ギャル文字エースだと思うよ多分。え誰だっけ、やめてくれ。今ね、世紀末のファンクラブの解放、ライブほらほらライレンってかわいいでしょ、かわいいでしょ、いいじゃない。まあどっちにしろ字の練習をせよと。はい、はい、どうぞ次。はい、続いたルークがいきますよ。練馬区の星野さんからいただきました。有名人になって、うん、笑っていいとものテレフォンショッキングに出て、これに出るのが夢だったんですとか言いたいって言ってる親友、正直なところどうでもいい。最初分かりづらいな。笑っていいと思うテレフォンショッキングって世紀末で出たことある？あら、出ましたかな、全員で。あるある、全員。あ、最後の時だ、解散前だ、そうだ、何回ある？わかった2回かな、2回ぐらい、あんま呼ばれないです。友達通黒と思う瞬間です。はい、次行ってください。はい、ゼロンです。はい、金沢の空から。中華丼にむずらの卵が入っていなかったと怒る同僚、私にとってそんなこと正直なところどうでもいい。いや、どうでもよくないよ、これ大事だ。ダメだね、大事だ。むずらの卵だね、大事だよね。銀杏もね、大事。銀杏も、銀杏入ってない、入ってない、銀杏もない。気にしてたね。中華丼だよ、キクラゲとかね。キクラゲ、銀杏は茶碗蒸しだわ。そう、茶碗蒸し。ワンタン麺のナルトとかさ、それどうでもいい。どうでもいい。この人はね、あの大好きなの。魚の練り物大好きだから。はい、本当ですよ、ね。練り物大好きだね。ナルト大事ですよね。大事ですよ。じゃあラスト、閣下で締めてください。もう一つ。はい、じゃあラストいくよ。兵庫のペーから。体育祭になると、やたら目をギラギラさせて張り切るやつがクラスに一人必ずいるが、正直なところどうでもいい。ノーリアクションでしたね。持っちゃいました。さあ、この正直なところどうでもいいはですね、来週は最終回でございます。ラストにふさわしいネタ、皆様お待ちしております。 E メール、ベガスアットマーク 1242.com、 ベガスアットマーク 1242.com、サブジェクト、件名にはどうでもいいと書いてください。お待ちしております。はい、さあこの後は恐怖の復活祭やら配信小経典やらの知らせだ。正直なところそれは重要だ。さて、ゲストゾーンの時間も残念ながら残り少なくなってきたが、はい、ここで再集結する世紀末からの知らせを。まずは三本から。はい、新曲が10月3日より配信小経典5週連続で8分。すごいぞこれは。着歌フル PC の場合括弧1曲のみ、配信小経典とは携帯電話の着歌と言われているものである、レコード会社直営サウンド&DMG モバイル&モーラにて期間限定で配信スタート、着歌の価格は1曲105円でございます。税込みでございますね、10月の3日月曜日からが青き風赤き風、はい、10月の10日月曜日からがヘビーデューティーベイビー、はいはい、10月の17日月曜日からが、サプライズ、10月の24日月曜日からが T 列車で行こう、10月の31日月曜日からが I am here、はい、それから PC モーラ、は、10月の17日からサプライズを、配布アップすると、はい、いうことでございます。そこでこんな E メールが届いてるんですが、あの石川和尚をちょっと読んでもらえますか。ラジオ、しこめい、イカデビル、しこめい、イカデビル、しこめい、しこめいつかも足りないね。失礼しました。決してそんなつもりはもちろんもちろん、昨晩の放送にて新曲のモバイル PC 配信についての発表がありましたが、私の携帯電話はちょっと機種が古くて、着歌フルには対応できていないのと、すでに、ルークさんの着ギターでメモリーがいっぱいで1曲もダウンロードできないという状況に陥ってますと。そうか、ざまあみろざまあみろ大
てたもんね。そうよね、新しくすればね。あの発表したらすんげえ不評でさ。なんでですか。いやもう機種変更しないと新曲は聴けないじゃないかって、我が輩の言い方も悪かったんだけど、あの今度の世紀末の新曲は皿がないと形にならないとかって言ったら、じゃあもう形にならなくて全然聴けないうちにもう来年になるんですねっていうのが山のように来たんで、あ言い方が悪かったなと。あのいやそんなわけねえじゃん、いずれ絶対皿にはなるさ、うん、ただいろんな大人の事情で来年になん なんか出るとかっていう話になっちゃってたんで、あの我々がね、いやそれはちょっとあのミサの前に聞きたいやつに聞かせないと、うん、なんとか今年中に聞ける方法を取れと言って、苦肉の策で、ね、よかれと思っている、うん、今年聞けるようにしたから、そうなのよ。だからあのどうしても早く聞きたいやつはあのなん、まあ、しょうがないからなんとか聞いてだよ。そうですね、あとは待て。そうよ、待つのもね、うん、楽しいんだから、うんうん、どうせあの、はい、ほら新曲あのミサでやんないから。言っちゃったよ。じゃあそれはね、あのあれだよ、あの140曲もあると言ったじゃないさっき。そうですね、でさっきからミーティングで、うん、あのこれもでやらないわけにいかない、これもやらないわけにいかないって言ってる時に、うん、もう新曲が入り込む余地はないわけだ。そうか、みんなの思い入れのある曲をなるべくと、そうですよね、大した思い入れのない曲で時間を費やすより、うん、まあそんなこんなよね、言い訳の時間でした。他にまだまだお知らせあります。来年というか、じゃあ、はいはいはい、さらにさらに11月の9日には、はい、世紀末の活動絵幕起用展、まあ、いわゆる DVD ですか、はい、これがねなんと5種類も、うん、大変だ。 BMGファンハウスから発布。もうこれで寝れないんだよ、我が家毎日。だからかつこれ前だからいつも思うんですけど、間に合うんですか11月9日。間に合わすために朝までやってんです。ご苦労様です。もう大変じゃないですか。はい、ね、細かいことはもう時間がないから今言わないよね。まです。はい、ご主人ね。はい、はい、ジェルさん、はい、もう一つまだあります、はい。11月17日から世紀末地球デビュー20周年記念ミサツアー、はい、ザ・ブラックマストアー DC7、うん、恐怖の復活祭があります、はい。このツアーにはジェイルオハシ参加します。はいはい、このツアーには、はいはい、そしてこれで、ね、この恐怖の復活祭とは別に、うん、オールスタンディング処刑これ、ね、オールスタンディング処刑というツアーをですね、うん、横浜大阪名古屋計4本やるんですけども、これはもう全て即日完売、うん、ご苦労さんでした。ご苦労さんでした。この、オールスタンディング処刑には、まあ、残念ながらジェイルは出ないと、うん、ね、まあ、処刑はされるかもしれない、うん、処刑されるけども処刑はされるじゃん。あらあら、それは楽しみですね。はい、はい、なんで楽しみなんだ。楽しみだよね。いやいやしっくりくじいたね今。ラジオネーム伝説のベガスライダー、はい、僕は高校3年生で、うん、受験生なんですが、はい、ミサへは行きますとは言っても、うん、初めてのミサなんで、うん、初めてなりの参拝への心構えがあったらぜひ教えてください。はい、まあ、初めて行く人はどうやってやっていいか分かんないと思うんですけども、うん、その辺のアドバイスをゼノンさんから教えてください。俺に聞くの、うん、まあリラックスして見てください優しいお父さんじゃないですか、うん、なんかそのほら、うん、格好はどうしたらいいとか、多分慣れてるファンの方はね、うん、もう全部完璧に揃えてくると思うんですけど、うん、そういう初めて行く子供とかは、初めて行く子供っていうか、高校生だっけ、この子は高校生だったから、いやもうもちろん自分の好きな格好で、うん、もう、うん、一番俺がロックだぜと思うスタイルで来てくれればもうそれで OK ですよ。あ、うん、でも軽いハイキングもこなせるぐらいのなんかね、うんうん、体動かせる服装の方がいいかもしれないね。あ、やっぱりそうか、動きやすい格好ね。まずは動きやすい格好ですね、うん、俺でもものすごい巨大なものを被ってるやつとかいるんだけど、いるねいつ撮んのかなと思うと最後まで被ってるんだよ。どうすんのかなこれ、後ろのやつだとかねきっともうぜーぜー言ってるでしょうね、うん、さあメールたくさん来ております、うん、こちら、千葉県の銚子にお住まいの茶奈様、32歳の会社員の方です、はい。思えば、うん、世紀末解散時には童貞だった僕ちゃんは今では人の子になりました。え、俺もそうだよ。この子の親になりました。ちゃんと読め。人の子になった。人の子になっちゃダメ。人の子になった。養子にでも行ったの。月日の経つのは。人の親になったんだ。そうです。じゃあこの子今ではこの親になります。この親だったね。月日の経つのは早いもんです。うん、現在の音楽シーンが忘れてしまっているエンターテインメント性の再披露を期待しています。それにしても今回のミサは本数少なすぎです。本数もそうなんだけどね、どこも全部売り出したその日に売れちゃって売り切れちゃってるから、ね、やっぱりその辺は皆さんフラストレーションあるじゃないですか。ねえ、我々の小さく読みすぎたね。あ、大月の読みが甘かった。甘かった。
甘かった。もっとでかい会社すればよかった。もうあと1000人。追加とかはないんですか。追加はね、一回考えたことがあって。どうですか。売れ行きがすごかったんで、はい、全部調べたらね、はい、いい時期の、いい年の、ホールが空いてないんだって。あ、そんなこと言っちゃなんだが、すごく中途半端な街のホールとかだったら空いてるらしい。相馬でも行く。こちら川口市のお住まいのマジエ、はい、ありがとうございますと言いたくて仕方がありません、はい、6年経ってそれぞれの活動をかけていますが、やっぱり世紀末の最終決は別格の嬉しさです。今日も久々に皆様の楽しげなお話を聞いてやると、一人でキャー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 言ってしまっています。どんどん年末に向かって楽しみが増えています。お忙しいと思いますが、お体に気をつけて頑張ってください。メールも来ております。6年前にだって童貞だったやつがもう父親だなんてね。6年って早いね。早いもんですよ、皆さん楽しみにしてますので、はいはい、が残念ながらそろそろお時間なんですけども、あ、どうなるの、帰るとか、ね、違います、かっちゃびっくりしますよ。あ、そうなの。最後にですね、ラジオを聞いてる三浦の方にそれぞれメッセージをお願いしたいんですけども、うん、どうしますか。 A さんからいきますか。そうだね、はい、S です。はい、ですね、6年の間に童貞を捨てた、はい、それも確かにすごいけど、うん、我々世紀末が地球デビューして20周年すごいですね、はい、その時生まれた子がもう酒飲んでんだよ、ね、選挙権を持ってんだ。明日あややがゲストに来るんだけど、ね、この番組まだ生まれてないんだよ。そうか、世紀末がデビューした時にだね、この20年という時の流れをですね、うん、まあ皆さんと一緒に祝いたいなと、うん、ね、どんちゃん騒ぎしたいから、もう本当に難しいこと考えずに、ね、うん、楽しんでもらいたいなと、今人間の私はそう思っております。ありがとうございました。じゃあジェルおかしい、はい、なんかもう楽しみにしてたやつんで、自然体でさ、うん、なんか今の自分を感じてもらえたらいいよね、うん、何年前の、あ、これが懐かしいとか、まあ、そういうのもあるだろうけど、うん、今その6年経って成長した自分を感じてもらえればいいかな。見に来たやつが成長した自分のことだね。やる方もそれなりの時間の蓄積はそこで、うん、衰退してるんでね。衰えぶりも膝が痛いとか言いながら楽しんでもらえればなと思います。カレー臭カレー臭やだなぁ。殿下。はいはい、先ほどのメールにありがとうと言われましたけど、こちら側が、はい、逆にこっちからありがとうと言いたいくらいにね、ファンクラブも存続し続けててくれて、うんうん、解散以降も6年も、うん、6年もしかも会員が2000人もいるんだよ、ね、すごいことだよね、うん、まあ、そこら辺に、ありがとうありがとうという感じで派手に行きますんで、三沢会長で会いましょう。はい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 、サンボ、うん、ね、世紀末を解散してから好きになった子なんかもいたりなんかするんで、うん、そういう子たちに、姿を見せられるっていうのは非常に嬉しいよね、うんうん、まあ三沢会場で会いましょう。はい、おそ大丈夫大丈夫。正直言って嬉しいですね、はい、本当に予想を上回るチケットの売り上げと、うん、その期待度がそんなにすごかったんだっていうのは本当にもう嬉しくてしょうがないです、うん、もう頑張ります、うん、って感じで、そうだね、はい、我々もちょっと気合を入れて入れ直して、ちゃんと体も鍛え直して、ね、自転車も乗るし、来週番組終わったら始めるから。そうですね、ぜひ楽しみにしている方たくさんいると思いますので、はい、ぜひ頑張ってください、はい、お願いします、はい、今夜は最終決する世紀末の元構成員全員プラスワン結成時のジェル大橋、も含めて、ゲストで呼んでみた、ラジオを聴いている諸君もミサツアーで生の我々に、会いに来てくれたまえ、ご苦労さんでした。どうもありがとうございました。ではまた。まだいたぞ、デーモン小暮、日本全国からはじめがす。この番組は STV ラジオ、青森放送、IBC 岩手放送、山形放送、ラジオ福島、茨城放送、信越放送、山梨放送、北陸放送、福井放送、静岡放送、東海ラジオ、KBS 京都、ラジオ関西、和歌山放送、山陰放送、山口放送、西日本放送、高知放送、KBC 九州、朝日放送、長崎放送、熊本放送、大分放送、宮崎放送、以上各局を結んで東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国25局ネットで送ってやったものである。なんか親戚のおじちゃんたちみんな帰っちゃったね。おじちゃんたちお帰りになられました、ね、さあまずプレゼントの発表です。明治製菓キシリッシュボトルタイプ4個1セット、E メールファックスをくださった中から抽選で1名の方にプレゼントですが、今日は誰に。はい、今日は東京都新宿区マリコ、大学4年生、早稲田大学在籍していると、こいつに決定だ。おめでとうございます、マリコ。マリコ。さあ
明日のラジベガス、パートナーは里襟、コーナーは衝撃告白23時、こんな時リクエスト、海外からの普通歌、そしてゲストはあやややや、あやや、あやややや、本物、本物ですね。本物だよ。前田健じゃないですね。前田健も一緒に呼ぼうって言ってたんだよね、実はね。ああ、だったらね、でもあややが困っちゃう。そうだね。はい、本物のあややが遊びに来てくれます。はい、さあ、この後の日本放送です。うん、12時からは増田岡田の、増田秀彦の知ってる24時。そして1時から日本放送で聞いてる職務はなんと。またまた松浦彩ちゃんのオールナイト日本生放送だそうです。今日オールナイト日本生放送やって、明日この10時から12時のこの番組にやってきて、明日のオールナイト日本でもゲスト出るらしいよ。あやちゃん働きすぎ。労働基準的には大丈夫なの？うん、多分大丈夫だと思います。ぜひ皆さん明日の日本放送も楽しみに。はいはい、じゃあ E メール来てます。うん、山梨県。ペペロンチーノカッカ風味15歳なんか、うん、皆さん、うん、悪魔とは思えないほどいい人たちですね、うん、そうはいくかなそういうふりをしてるだけだこちら静岡県32歳の背中田小悪魔さん、うん、ロックを感じるとき、うん、朝通勤の人々と反対に家に向かうとき、うん、めちゃくちゃロックを感じます。でも、はい、一番は世紀末に触れているときです。はなるほどね、ロックを感じる。あ、我々よく多いからね、反対向きにこの番組来る時もね、あ、ちょうどそうですよね。そうそう、この番組しかない日はね、みんな帰る帰る、仕事終わりのやつらってダラダラ歩いてんだよ。こっちはね、時間ないよことが多いからテクテク歩いてんだけど、邪魔だなこいつらってのんびり歩くなとか思いながら、そうだそうだそうだ、来ることが多いよてなこと言ってるうちに時間がやってきてしまった。はい、我が輩とはまた妙にチーズ、そして島崎和子とはまた来週水曜日にお会いしましょう。はいはい、それでは諸君、また明日、また来週会おう。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もお願いします。